氷川きよし印象がらりクールビューティーな金鋭に驚きスタイル抜群全身ショットが話題。歌手の氷川きよしが18日までにインスタグラムを更新。メガネをかけたクールビューティーな金鋭を披露した。写真、氷川きよしスタイル抜群な全身ショット弾ける笑顔も4枚。先日、プライベートで大阪に来たで。 やっぱり何回来ても大阪はええなぁ。大阪、めっちゃ好きやねんと綴り、ディスタイル際立つ全身ショットを披露した氷川。さらに、ホテルニューオータニ東京でのディナーショーが近づいてきました。と投稿した写真の美しさが話題を集めた。今回は、劇場コンサートツアーディナーショーのリハのお写真でございます。と、メガネ姿のソロショットを投稿。 続けて、劇場コンサートは、絆ディナーショーは、アイアカイハートアをテーマにした。二つともタイプの違うセットリスト、いらしてくださるお客様。歌の世界をたっぷり満喫してくだされば嬉しいです。皆様とお会いできるのを、指折り数えお待ちしております。とメッセージを添えた。ネット上では、メガネもお似合いです。久々のメガネ姿。クールビューティーダワー。 めちゃ綺麗可かわいいお顔、などの声が寄せられている。氷川清きよし、川清かきよし。1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロンビア創立90周年記念アーティストとして、箱根八里の半次郎で歌手デビュー。同年、NHK 紅白歌合戦に初出場。 2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70カ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に、清のずんどこぶしで第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール長×ヒカワ清企画としてシングル、限界突破×サバイバーをリリースし、新境地を開拓。 2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社、キーズナを設立した。氷川清キヨシ、疲れだー黒縁メガネの流し目オフショに、お似合い、リハ楽しそうの声。歌手の氷川清キヨシ、47が18日までに、自身のインスタグラムを更新。リハーサルでのオフショットを披露した。写真。 氷川きよしのインスタグラム、アットマークキーナアンダーラインキヨシアンダーライン氷川から。氷川は、劇場コンサートツアーディナーショーのリハのお写真でございます。と、黒縁の眼鏡をかけた自身の写真を公開。劇場コンサートは、絆ディナーショーは、愛をテーマにした二つともタイプの違うセットリスト、と伝えた。そして、いらしてくださるお客様。 歌の世界をたっぷり満喫しくだされば嬉しいです。皆様とお会いできるのを指折り数えお待ちしております、と綴った。またストーリーズでは、疲れだー、と打ち明け、けど楽しみだべよ、と自撮り写真を掲載。なんかさ写ってはいけないものみたいね、とスタッフの間から顔を覗かせる写真や、リハーサースタジオの様子をホラー気味に紹介した。 この投稿に SNS では、久々のメガネ姿。クールビューティーダワー。めちゃ綺麗、メガネもお似合いです。リハラクしそうだな、可愛いお顔も見られて嬉しいです。などの声が上がっていた。氷川きよし黒縁メガネでライブリ派に望むシックなスタイルが、クールビューティー。ヒカワキヨが10月17日、自身のインスタグラムを更新。 黒縁眼鏡でリハーサルに臨む様子を公開した。画像、ヒカワキヨシ、黒縁眼鏡でクールビューティーな姿に、めちゃ綺麗。氷川は、劇場コンサートツアーディナーショーのリハのお写真でございます。と、オールブラックのシックなセットアップ姿を披露。マイクを手にした姿やウッドベースの演奏者に、すごい、と声をかける様子などを公開している。また、 劇場コンサートは、絆ディナーショーは、愛をテーマにした2つともタイプの違うセットリストいらして、くださるお客様、歌の世界をたっぷり満喫してくだされば嬉しいです。皆様とお会いできるのを、指折り数えお待ちしております。とメッセージを綴っている。この投稿に SNS 上でファンからは、久々のメガネ姿。クールビューティーダワー。 めちゃ綺麗メガネもお似合いです。劇場コンディナーショーのリハワキアイアイと楽しそう、などの反響が寄せられている。